しくできたフォトジェニックなお店はあった。そういえば自撮りをする時の構図って絵の構図を考える時と同じなの？とりあえず自分がドアップで写るし、そんなに深くは考えてないんじゃない？ちゃんと考えてます。陰影とか角度とか映り込むものとか視線がどこに集まるとか。でもどうせフィルターかけちゃうでしょ。そこ含めて撮る人間の腕の見せ所なんだからいいの。それで結局私の質問の答えは